すいません。アクシデントが <laughs> 起きてしまいました <laughs>。ということで、えっと、取り,り直しというわけで続きからちょっと変なとこから始まっちゃうんですけど、はい。ということで、そのライブやってみたら緩んだ生活に張りができたんですね。あ、だから、あ、これライブはいいなと。自分結構なんかやっぱり自分の中で 強い思いっていうのを持つのが苦手だったんで一日こうやってしっかりやるってやっぱライブってすごく自分の中で意識できるというか緊張感を持ってできることだったのであこれは一日張りができるなと思ってすごく良かったんですねその夜に向かってでまたそれ終わった瞬間からとまたねその次のライブに次の日のライブに向けてっていう体調を整えるというかまあその緩まないようにするっていうところ やってたんですけどやっぱどうしてもその夜が苦手っていうのがあって、まあ、学生時代から夜勉強するのがむちゃくちゃ苦手だったんで,でこれはどうしても苦手だなと思ってでもなんとかこう2ヶ月ぐらいやっぱ続けたんですけど、まあ、苦手なもんはやっぱ苦手なんですね学生から <laughs> ずっとこれ多分肉体の構造な,なんですかね何が問題なのかずっと分かんないんですけど、まあ、ともかくその夜っていうのがずっと苦手で、まあ、せっかくねこの いいねいいのを見つけたのにうまくいかないなーっつってでもねやっぱこれ必要なんだけどなでもったいないなーっていうのをずっとやって気づいていたところでやっぱここですよねまあこの久保さんがまあやってるわけじゃないですか毎日うん多分これを多分見てないと多分もういやもう一回やろうっていうところはなかったんですけどこのライブでね毎日こうやってるわけじゃないですかと内容はとりあえず さておきなんですけどこう,毎日毎日こうやってるんですよね。うん、1日前2日前2日前3日前っつってこうやってるんでうんーできるできなくはないはずなんだけどなって親子、まあ、だからそのやってる人がやっぱりいるって思えばできなくはないはずなんだけどなと思って。 はいるけど、やっぱり、なんか、その、難しいところなんですけどね。ん。そしたらも、もう、この、乗っ、の乗っかっていくしかないかなと思って、乗っかっていくしかないかなと思ってて、うん。まあ、できそうで、やってみました、と。まあ、できそう、まずできそうですって気持ちがあります、と。で、今度、やってみたっていう気持ちがあって、でも、続かなかったっていうのが、まあ、よくあるパターンかなと思ってて、うーん。 この,よょとこ,のこのパターンで続けていくのかなとどっかどっか構造上何か問題がある自分だったらそのやる必要性に対して100%コミットしきれなかったっていうところがあったからを続けれなかったっていうパターンこれが一つ目のパターンだったんですよね、うん、やってたんですけどなんかいまいちこう自分の中でこう考えが固まってなかったというか。 で、もう一つがここですね、まあ、負担が多すぎた体に負担が多すぎて結局これちょっと一回病気になっちゃったんですよ、うんまあ、こう最近の流行りの病流行りの病にね測ってあ実はね39度とか出ちゃって、うん、流行りの病を疑ってるわけじゃないんですけどちょっとねこれで <laughs> これがさすがに出ちゃって 30? もう39度40度ぐらいいっちゃったのかなちょっと意味わかんなくて 39度が、そのこれが本当3日間ぐらい出ちゃって、さすがにちょっと継続が不可能 <laughs>、不可能だったんで、もう3日間以上ですね、もう結局。これ3日間ちっちゃ言わず、多分なんかよくわかんないけど、なんか1週間ぐらい続いたんですよね、さらに。うん。ちょっとこれやっぱ無理だなと思って、結局泣く泣くもう諦めちゃったんですけど、ちょっとこれできないと。できない。パソコンの前にやっぱ座ることすらできなかったんで、これはちょっと、 無理してたんだなと思って。でももう一回ね、なんかうまくやり方変えればやっぱできるんじゃないかなっていうのは思ってたんですよね。うん今その熟成向けに一週間に一回、週一のライブはやるようになったんで、やっぱできるんだよなって思ってて、この可能性をどうしてもこう、あるところに 自分の中にもったいなさというか、何がダメなんだろうなっていうところが、まああったりもして、もうもやもやしてたんですけど、もうちょっとね、これ今回入塾してくれた塾生さんのまた、ちょっとお話をするんですけど、まあ他の投資のスクールに入ってたんですよね。入っていてで、そこに入ってたんだけど、まあある理由で挫折していたとまあそこもいろいろ教えていただいたんですけど、あなるほどですねって話を聞いて、でも、 今のね、俺ならできるかもしれないと。今の俺ならもしかしたらできるかもしれねえぜっていう話になったんですよね。ああ、そうなんですかっていうことになった。で、まあ、要はそのあの頃の俺と今の俺ではもう違ってるんだと。うん、進化してるんだっていうね。うん。んで、ちょっと自分が話したのが、 じゃあそれを再出発発してて情報発信にげのはどういうことかっていうと前失敗した理由がまあいろんな理由があったんですけど結局このもっと稼ぎたいっていう気持ちこれが前面にもう出過ぎちゃってどうしてもこの損失が止められないとかまあ言うのはそのロスカットというかうーんこのやっぱねもっとこう欲が出過ぎたというかね 気持ち、気持ち,いい気持ちいいですよね。気持ちが強すぎたっていうところがあったっていうところもあったんで、う出があまりでかいんでね、これ危ないっつってもやめたっていう話だったんですけど、じゃなくてこの稼ぐ行動自体、まあ、要はここ、情報発信っていうところに重きを置けば、この欲っていうのがあまりに抑えられるんじゃないですかっていうお話をちょっとさせていただいたんですね、うん。もちろん稼ぐっていうところがここは、もちろんメインにはあるんですけど、稼ぐ行動がもちろんメイン。 メインなんだけどメインなんだけどその情報発信っていうここの掛け合わせですよねなんていうんですかねこのこ,ここをこうつなぐこうつなぐっていうところによって少しメンタルが安定するんじゃないんですかっつってもちろん稼ぐここがメインですけれども結局ここにつなげるために稼いやる行動自体をやるっていうことになるんでなんだこうぼぼ没頭しすぎてこのこ,ここにここにうわっ ってなりすぎず、これを単純に発信するんだっていうところにこう重きを置っておけばその己の感情ってコントロールできるんじゃないですかみたいな、まあ、話をさせていただいてあこれらはねもしかしたらできるかもしれないねっていうところで、まあ、話はそこで。 終わったんですけど、これならっていうとこで、ここが一番難しいんじゃないかなと思って、自分もその投資ちょっと何個かやったことなんですけど、やっぱりこの欲っていう、なんかこう、もっと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 ってね、もっと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 っていう気持ちがどうしてもこう、抑えられないんで、うん、いやーっつってね、いやーっていう気持ちが抑えられないんで、そこがうまく やれるとと非常にいいいんじゃないかなか思っててこのできるだろう自分ができる俺はできるぜっていうところにやっぱり可能性は眠ってるんじゃないかなと思っていてうんていうかっていうか,いうか多分そこしかないと思っていて例えばこの YouTube やりたいと思っている方がここにこの放送ももしね見ているんなら 一度はね、このチャンネルを作成しようっていうところは思ったと思うんですよ。で、チャンネルまでも作成したことももしかしたらあるかもしれないですよね。うん。で、作成して、まあいろいろやってみたんだけど、だ、ここまでやったんだと。でも、なんかうまくやっぱりそれが実にならなかったっていうところ。でもこれも考えてみると、まあ、昔はうまくできなかったかもしれないんだけど、 その今ならあできるかもしれないんじゃないかなというところ。まあ要はそのもう時間が昔の俺と昔の俺とこうやるぜってやるぜと思ってた自分が今のまた俺とはまた変わってるわけじゃないですか昔の俺と時間がこう変わっていってここにタイムっていうね時間の流れが 時間の流れがやっぱ変わってくることによってで、できる可能性がやっぱり変わってくるわけですよね。もうここ、過去はやっぱり振り返って、うん、ここの、ここには大きな差があると思うんで、これが今の、ね、今見てるのはここかもしれん、ここなんでね、あの時できなかったけれども、今のはできる可能性はあるっていうところなんで、まあ自分の可能性でもう一回かけてみるのも愛なんじゃないかなとこういうところでね、もし YouTube 止まっている方、うまく、なんかこう、 初心者のままでうまくこう抜けきれてない方っていうのは、まあ、この講座はすごくいいんじゃないかなとは思ってますんでね是非、まあ、声かけしていただければいいのかなとは思っております本当にねもうん、ここですよねもったいないんですよねやっぱり自分からしたら、うん、できるのになんかそのそこから抜け出てないっていうのがもったいなくてなんかしょうがない気がしますね自分としてははいやっぱこの自分の可能性っていうところに、まあ、ブレーキをかけてるっていうのが、まあ、すごく やっぱ気になるところで逆に言うとこの脱初心者さえね超えていけばですね、まあ、こういう結果が待ってるわけですよねこれも本当にコーンと何回か前にちょっと紹介させていただいたんですけどこの投稿報数10本、うん、10日動画投稿10本で の人が、もともと100人いったよって前紹介させていただいたんですね。すごい100人いったよって言って。で、そしたらね、今ちょっと覗いたらもう250人までいってるんですよ。まあ、正確には249人ですけど、おそらくこれ裏のデータも250人いってると思うんですよ。ちょっとこの裏の本、表のデータと裏のデータって多分違ってて、裏ではもう250人いってから表示が多分追いつかないっていうことがあるんで、これやっぱね、やってみる価値ありますよね。これ。じゃあ自分もびっくりしましたもんね。こんな跳ねるのかっていうね。 うん、これもちょうどトレンドに乗ったっていうところもあるんで、あるんですけど、始めた時期にもよりますけど、でもこれ、始めなければ何もこうならなかったわけで、いや、これも自分、すごい <laughs>、すごいなと思いましたからね、本当にね。うん、やっぱうまくいけば、結局あとは流れに任せて、もう流れるがままというかね、川の流れのようにっていうわけじゃないですけど、まあ、濁流にね身を任せて、そのままあとは、 泳ぎ切ってしまうしかないかなと思うんですよね。一回こう川の中にこうドボンと入ってしまえばね。こう、ずっと見てる。見てるだけじゃったらやっぱりこう、なんかすごいなーってね。こう、もう一気にこう、突っ込んでいくしかないんですよね。うわーっつってかうわーっつってわかんないけど。<laughs> 川が、川がこう流れててね。うん、そこに、いやー、いやーっつってこう、もう流れていけば、あとはもう流れて、うわー、うわーってこうなんか、 おええー、ってなんか言いながら <laughs> わかんないけどね <laughs>。こうやってなんかやっていくしかないですよね。だから本当想像を超えた、まあ、YouTube の未来っていう今回ところで、これ最後のスライドなんですけど、おー 作ってみたんですけど、本当想像を超えた YouTuber になるためならば、やっぱりね、う眠ったままもったいないところっていうのはきっとあるんで、ここをうまくこう活性化させれれば、すごくいいんじゃないかなとは思っていますんでね。まあ、もしね、その、まだ自分がくすぶってるなっていう方は、ぜひね、お問い合わせしていただいて、まあ、この未来っていうのは確実にありますんでね、そういう未来がありますんで、この未来に向かってなんかこう、 自分で閉ざしてるだけだと思うんでここをねうまくこう自分の中でこう開いてあげるっていうところをしてあげると身も心も喜ぶんじゃないかなとは思いますね。はいということでというところで、えー、気になるとこ122はちょっと途中でねアクチデントが起きてしまいましたんで2つに分ける形になったんですけれどもなんかすごく自分の中ではもったいないっていうところをうまく引っ張り 出してあげれると非常にいいんじゃないかなと思ってましたんですけどね。はいということで、えー、気になる男想像を超えた YouTube r になる方法ということでお話しさせていただきました。講座123はまたよろしくお願いします。またね、時間ギリギリになっちゃってるんですけどね。<laughs> まあ、なんとか送らせていただきます。はい、ではありがとうございました。ここまでの放送は覆面 youtuber たかがお送りしました。それではご視聴。 ありがとうございました。